そうです。1回目は構図についてお話ししていきたいと思います。ここに書いてある四角は、画面だと思ってください。A さん、B さん、C さん、D さんの4人が同じモチーフの絵を描いたとして、ちょっと描いてみます。それぞれの4人の方が4人、同じモチーフで描いてるんですが、それぞれの構図で、絵が描かれてあるとします。まず A さんの絵なんですが、まずこの絵を、人が見た時に、描いた人じゃなくてその絵を見る人がこの絵を見た時に、まずここですね、ここに視点が行きます。それからまあヘタを気にしてみたりとか、この輪郭に沿って視点がずーっと降りてきて、この接地面を見たり、また影を見てみたりとか、でまたここをぐるーっと上がって元のところへ戻ってきたり、こういうふうに見てる人の視点がこう移動していくことを、グーテンベルグダイアグラムというふうに言います。これ見てる人の視点がこういうふうに移動していきます。同じように B さんの絵ですが、こちらもこの、リンゴのヘタ、軸を見たり、リンゴをぐるっと視点が移動したり、影を沿って机の縁へ視点が移動したり、この周りをこう見て回ったり、足から影の方へ移動していったりっていうような動きをしていきます。C さんも同じように、見てる人は、このヘタのところとか、リンゴの輪郭をこうずっと、降りていったり、また戻ったり、机の縁を、そこから画面の外へ上がっていったりもします。こう降りてきたり、またこの縁をこう、こっちに行ったりとか、いうふうにして視点が動いていきます。D さんの絵も同じように、こういうふうに人の視点というのが、移動していくわけです。こんなふうに人の、視点が、移動していくわけです。この、見ている人の視点っていうのが、できるだけ画面の端から端まで視点が広く移動して、長くこの絵の中を視点が移動して回る方が、見ていて飽きないですよね。なので、どうしてもやっぱり、メインのモチーフがこのリンゴであっても、A さんみたいにこんなふうに描いてしまう。そうすると、もうここをくるっと一周してそれで終わりというふうになってしまう。なので、できるだけ、絵の中に、動きを持たせるというか、B さんの絵も、構図もいけないことはないんですけど、メインのモチーフがリンゴなので、B さんの場合はどっちかというと机の上にリンゴが置いてある
風景のような感じになってしまうので、まあとはですね、この D さんの絵なんですが、この構図なんですが、見ている人の、視点っていうのがどうしてもこの画面の右半分に寄ってしまう。そうすると画面の右側が重くなって画面が右側へ傾いて見えてくる、ちょっと不安定な感じに見えてくるようになります。で、A さんの、まあ、A さんと B さんはそうなんですけど、画面の右側、左側、同じ左右が対称になっている構図っていうのをシンメトリーっていうふうに言います。で、シンメトリーはこの余白の部分、右と左、大体同じぐらいの、大きさになってしまう。そうすると、まあ傾くほど不安定ではないですけど、逆に動きがなくなってしまう、窮屈、ちょっと窮屈というか、まあ動きがない。 B さんのこういう余白にしてもそうなんですが、窮屈、動きがない絵になってしまう。この構図、4つの構図だと C さんの絵が一番構図としてはいいんですが、できれば中央があったとして、リンゴの中心をこの真ん中よりもちょっと、もうちょっと、ずらしてあげた方が、それで机はメインのモチーフじゃないので切るんですけど、まあちょっとこう、とまあこっちの足が入ってくるとか、一本足じゃなくなってくる。こうやって画面に動きを、こっちにも視点を、まあ、誘導。メインのモチーフはこっち側にあるんですけど。で、構図を取っていくのに、まあ、バランスを見たりするんですが、こういうものを使ったり、することがあります。これで、風景とか生物モチーフをこれで覗いてみて、画面の中のどの辺に、メインのモチーフが来て、周りのものがどれぐらい画面の中に入るかっていうのを、見ていくためのもので、デスケルというふうに言います。これは僕は今はもう使ってないですが、最初、描き始めの頃はずっと使ってました。1年ぐらい使ってたかな。まあずっと使う人もいると思います。こういう、これはまあ構図を見るためだけのものではないんですけどが、画面の、中心、これに、まあ、マス目が入っているので、線を引いて画面の中心がどれぐらいで、物のサイズがどれぐらいで、まあ、測っていくことができるものなんですが、こういうのを使っていったりもします。人間の視界っていうのが左右に120度ぐらいの視界の中からどこを切り取っていくのか、
メインのモチーフっていうのが何で、その脇役がどう画面の中に配置されているのか、でこれで覗いてみてどうもそのバランスが悪い、メインのもの以外のものの位置関係があまり良くないという場合は、絵の中でものを動かしたりすることもあります。実際にその自分の座って見てる位置からは、自分が座って見てる位置から見える景色とは変えて絵を描く、構図のいい構図に、バランスのいい構図にするために位置を移動して描くということもあります。で、こういう絵を描く前に、小さいひな型を作って、どういう構図にしようかなって実際にこう考えてみる。一人の人がこう 何個かこう作って、こうどういう構図にしていこうかなって考える、こういうのをエスキースっていうふうに言います。まあ、下絵のことなんですが、このエスキースっていうのは初心者がすることじゃなくても、ずっと絵描いてる人もその最初絵を描く前にエスキースっていうのを作ります。でもう構図がまずい状態で一生懸命描き始めても、もういくら時間をかけて一生懸命描いても、もう最初の時点でもう構図がまずかったら、もう結局いつまでたってもいいものにはならないので、絵を描く前にどういう構図でいこうかっていうふうに、まあ、構図のことを絵を描く前に考えていくっていうことです。